G32014 新遠リーグ戦競争第11戦植木道彦フェニックスカップ。ボート界の未来を担う若き選手たち、火花を散らし白熱バトルが繰り広げられた中、ファイナルに勝ち上がった6名が登場。優勝戦です。1号艇埼玉の黒井達也、2号艇兵庫の河野聡、3号艇愛知の岩瀬祐介、4号艇福岡の古澤光則、5号艇三重の西川雅紀、6号艇福岡の松田大志郎です。ホーム追い風の競争水面です。枠内での待機行動、1号艇は黒井達也、抜群のパワーでシリーズリーダーに君臨。ここまで陰線5戦5勝、圧倒的な人気を背負っての陰線です。2コースは2号艇の河野聡、安定感ある走りでここまで駆けつけました。3コースには3号艇の岩瀬祐介、今年は地元蒲郡正月レースを優勝し3連続の優勝中、流れが来ています。そして4コース、5コース、6コース、初優勝がかかる3人です。4コース角、スタート攻めますか、4号艇古澤光則、5コースは5号艇西川雅紀、6コースは6号艇松田大志郎、体型3対3、優勝戦第12レースインコースから、1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。優勝戦の第12レースインから1号艇の黒井達也がバチッとスタートを決めました。一周一幕逃げる1号艇の黒井達也、攻める5号艇の西川のまっくり、内側から待った4号艇の古澤でしたが届きません。逃げました1号艇黒井が先頭、スタートは前提正常でした。きっちりとスタートを決めて逃げました1号艇黒井がトップ、2番手は5号艇西川、追いかける6番4番、2枠1号艇の黒井がトップ、2番手5号艇の西川、懐攻める6号艇4号艇、2番手は5号艇の西川がかわしています。3番手には4号艇古澤が単独、レースは2周目に入りました。先頭はシリーズリーダー1号艇の黒井達也です。西村の内幕をトップで旋回していきます。続く2番手5号艇の西川雅紀、その懐くるっと4号艇の古澤、2番手は5号艇西川がっちりとキープ、そして3番手には6号艇の松田が上がりました。6番の松田が3番手に浮上、4号艇の古澤4番手に交代、その後ろは3号艇の岩瀬、最後方2号艇河野、2幕トップ1号艇黒井、2番手は5号艇西川、3番手6号艇の松田大志郎です。6番の松田大志郎が3番手、突き放しにかかります。上位体系1番5番6番、レースは最終周回です。優勝戦第12レース、先頭は1号艇の黒井達也です。強い陰線を披露しました。デビュー3回目の優勝へ向かって最後のバックライト駆け上がりました。1号艇の黒井が先頭、2番手は5号艇西川雅紀、3番手は6号艇松田大志郎、上位体系1番5番6番、この156、3連単の図は 67.7 倍を指しています。 G32014 新鋭リーグ戦競争第11戦植木道彦フェニックスカップ、頂点に輝くのは1号艇の黒井達也です。まもなく優勝戦ゴールとなります。先頭1番黒井優勝の五輪、5番西川五輪、6番松田五輪、4番古澤五輪、3番岩瀬五輪、2番河野五輪、以上優勝戦前提五輪しました。優勝戦第12レースの確定は1着1番、2着5番、3着6番、以上でした。ここで皆様にお知らせいたします。ただいまより優勝いたしました黒井達也選手がウイニングランを行います。